なんか雲飛んでる。あるんす。適当に。あるんす。そう、適当に出てるんです。あ、これうまい。うまい。あ、本当ですか。ありがとうございます。相模もこんな感じだから。あ、本当ですか。あ、これ山ちゃんよりも相模のうまい。カンピロバクターから初めて鶏食べたけど、すげえうまい。わざわざ取り寄せてたもん。え、鶏だけに。あ、そういうこと。またまた。あ、これうまい。本当にうまい。うまい。いや、嬉しいです。ここの鳥だったら食える。ああ、うまいね。あ、ちょっとヒゼタムにこの手羽先の食べ方を教えてあげて。え、しないの？うん、おっけー。うん、これこっちから。おい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 。こっちは、すみません。ああ、これね、この前ね。これうまいでしょ。このおっちゃんが持ってきたのよ。どうやって持ってきたと思う？ペットボトルの中に入れて、もうさ、え、こうやって出すってことですか？うん、でさ、あの何？あのタバコのさ、なんか吸ったやつをさ、そこに入れてるやつが置いてあるのかと思ったのよ。あ、したらこれで、もう見かけからしてくそまずそうで、それを食わされたんだよね。したら美味しかった。ああ、よかったです。うん、でも美味しい。これでもしょっぱくねえよ、これ。これは、これはね、浅漬けじゃないとダメね。ああ、漬けすぎちゃったらしょっぱすぎちゃう。山の辺のね、しょっぱかった。あ、カレーうまい。ほんとに？ぼんじゅ、ぼんじゅうまい。ほんとに？うまい。これ絶対カレーだわ、これ。危険を犯して、うん、俺どれが一番カリッとしてる？ぼんじゅうが一番うまい、油で。それダメじゃん。まあ、それもそれだけ来たよ。もうちょっとなんかよく焼いたやつ。だ、鶏の皮、皮、皮。皮、皮はうまいよ。これ？うん。ぼんじゅうまい。いや、美味しいです。うん、うまい。いや、おばさん、すごいですね。まあ、ぼんじゅうやわらかいもんな。うまい。油がすごいな、うまい。うまっ。お、あ、いける、いける、うん、ありがとうございます。お、うまっ。いける気がする。あ、俺、鶏克服したかも。この店で。あ、これなんだ。この皮がみんな皮か。あ、これ皮ですね。あ、これうまい。あ、パリパリでうまいわ。タレがうまいんだ。はい、うまい。皮がうまい。これ本当にうまい。皆さん、だから10本頼んでるなんだって。あ、これ全然食える。全然食えるよ。あ、何？全然食えるよ。これ、鶏克服した。うまいわ。うん、皮うまい。皮もぼんじりもうまい。うん、これうまい。これ何？うまいもんだけだっけ。ここで何作ってんの？キッチンも今日作るけど。えぇ、ー、はい、チッチは作んない方がいいかも。チッチ作んない方がいいけど。もう明日もいない方がいい。いやいや、もういらねえって。あ、いやいやいや、裏ボスに言っとけ。明日は言ってた。うん、言っとけ言っとけ。うん、少しやっ、タイムカードして少しやっとこう。明日は振り返り90分。これうまい。その何、うん、なんちゃらでも食べたい。あ、ぼんじりうまい、ぼんじりうまい。だって、魚食べないですよ。魚食べると絶対食べるんじゃない。ぼんじり食える、うまい。うまいよ、ぼんじり。あと、あとね、あ、ネギマドなんだっけ、つくね。あ、もう、俺もう大丈夫、鶏どんどん持ってきて。あ、嬉しいっすね。超うまい。もう、だって飲めると思う。マジで、俺もここ、これ止まねえかった。だから、本当に、あの、連休でねえの、これねえし。で、一人でもこれねえよ。やっぱ、おもちゃセットでねえ、無理だから。セット台風なんて最初よく来たなぁ。いや、ほんとですか。全然大丈夫じゃなかった。逃げちゃって知らなかったから。全然カッパいなかったもん。ここ来るまで。1ミリも降らないよね。なんで降らないよ。1ミリは降った。1ミリは降ったよ。これ、手羽先マジうまい。うまい。ありがとうございます。やっぱり甘だれは裏切んで。うん。絶対鳥大丈夫だもん。ボンジリが焦げばいいです。今までボンジリが、ファミマのボンジリが一番好きだったけど、このボンジリがうまい。この、あの、あれなんですけど、このタレが、うちの社長しか作れないんで。そう、タレうまいよ。先生、社長のネギマのタレです。はい、ありがとうございます。これって何、これ。あ、これ焼き味噌です。焼き味噌のタレ。焼き味噌です。味噌。はい。あれ、ちょっと待って、味噌をつけて食べるの。あ、そうです。味噌つけて、美味しい。失礼しました。ニンニクたっぷり。寒いですか。あ、全然寒くないよ。全然味噌、味噌合うね。あ、ほんとですか。ありがとうございます。でも、うまいっすよ。
あ、これ味噌うまいね。これあの、うちで調合してるやつ。あ、そう。青りんご、そこにある。え、青りんご入ってる。青りんご、本当にこのやっぱり甘だれで、うん、これまさしネギと、ネギとやっぱ、あ、それが格違う味なの。うまいこれ。まさし、あの、牛刺しよりもうまいから。しょっぱくなんないし、しょっぱくないしね。まさしうまいよね。ごめんね、今日あの中の下駄とか言っちゃう。でもそれはチッチ知らないから、うん、そうだよね、言わなきゃ分からない、分かんない、言わなきゃ分からない。こんなの居酒屋でこうやったら全然、いや、これあの中の上だわ。いや、あんま変わんないですよ。でもだって居酒屋だからな、高級料理店でね。いや、そうなんですよ、うん、でもこの価格でこれ出せれたらすごいよ。私美味しい、うん、マナシうまい、マジうまい、東京マナシマジうまい、飲んでるものも100個よ。あー、うまい。はい、じっちゃん、すげえ今日楽しい、テンション上がってきた。いや、嬉しいです。どうだったっすよ、もうせっかく神奈川まで来てる。本当だよ、うまい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 、うん、この馬刺しは臭くない。ちょっと待って、今日居酒屋さんなんで大人にさせてもらってる。ありがとうございます。一つ階段登った気がする。いや、嬉しい。これチーズ入ってる、これ入ってます。うまい、うまい、うまいなぁ。あ、チーズ欲しい。うまい、うまい。これは何、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 居酒屋ね。うわ、うまい、うまい、うまい、なに、これ焼きそばうまいのって言ってた。うん、焼きそばうまい。あ、うん、うまいよ。うまい、すごい、うまい。黄色いルータは食べない。ルータ食わない、それあるよ、それじゃいただきます。これうまい。え、この前クータンと来た時は何だったの。こういうの食べなかったのね。こんなのなかったよね。刺身とは魚ばっかりさ。そうですよ、うまいんで。でもさ、揚げ物とでもこのクリームチーズもそう。あ、そうそう、つけすぎちゃったやつだった。しょっぱかったよね。これうまい。あんまりチッチ褒めるとちょっと今調子に乗るって言おうと思ったんだ、思ったよね。調子に乗るだろうと言ったよね。ちょっとうまいな。あ、これうまい。悔しいけどうまい。なんで悔しいの。悔しいやつ。あ、本当に美味しい。ちょっとびっくりしたわ。嬉しいですね。え、チッチごめんね、俺あのさっきここ来るまでここの店で一番うまいものはフライドポテトだって言ってごめんね。フライドポテトなんでだっけ。本当に美味しい。でもクータンと来た時と全然違う。あ、いや、そうそうっすね。クータンセンスが出たって頼むのは。そうじゃないよ。今日楽しそうだね。楽しい。イタリアのものはいいね。やっぱこの人たちってものが一番楽しい。いや、そうか。タッチと俺も入ってる。入ってる。俺も入ってる。あ、全然入ってる。初めてやってるしまだ。え、川島さんとこのパンパクった。すごいね。え、マジか。よくやり方分かったね。やっぱりできるのがあの。これ何ソースをかけるの。そう、ビタビタかけた。それビタビタかけたまま。ビタビタ、ビタビタ、あの肉にかけた。ビタビタかけた。ちょっとソース薄いから。そうそう、ビラビラ、ビラビラ、ビラビラにしたの。ビラビラ、みんなの集合写真撮って撮ったじゃん、さっき。乾杯、乾杯、集合写真。見て、ちょっと横向かないとダメ。これうまい。これ本当ですか。ございます、嬉しい。入れたらもうちょい中。これパン自分で食べたの、作ったの。あ、さあ、のパンを。あれ、うるさい。これうまい。うまい、うまい。やります。うまい。肉柔らかい。買ってきたりしたらうまいよな。買ってきたやつなの。どこで売ってるのこれ。これうまい。ありがとうございます。最初からこれ出るって言っといてくれ。もっと話しやすい。これ頼まなかったね。追加頼まれなかったね、これよ。もうパンうまいじゃん。いや、俺です。うん、うまい。ボトルあるの？あるので。いや、一生瓶だよ。え、そんなでかいの？あ、だから途中で、あの、ローションに全然構わない。ローション？あ、ローション？ローション？え、なんつったの今？ローション？なんつったの？え、何？ロボスターって全然構わない。おめえ、ちゃんと喋れよ。滑舌悪いよね。いい。
いいね、ボス。今、マジ分かんなかったよね。ボス、いつもの人裏じゃない。ビール置いていきなよ。裏じゃない、裏じゃない。ビール置いていきなよ。今、聞いた。本当に分かんない。もう分かんないよね。本当に分かんない。思ってない。思ってない。ということで、居酒屋サザン楽しんでます。戻ろうよ。最高だね、これね。これ面白いね。本当にここ貸し切りでこの部屋だったらもう最高だよね。あとさ、こんなに美味しいとは思わなかった。うまいうまい。もうみんな揚げ物の中に肉は裏切んだよね。本当に楽しそうだね。俺だけ今までの中で一番楽しそうだよ、ね、俺だけみんな普通のテンションだけど楽しくないの掛け直しだけ非常に高いあ、そういうこと、うん、まとめてね、そんなこんなでね、居酒屋サザンでの飲み会が終わり、お部屋に戻ってまいりました、あ、今日これと父の店で撮るの忘れた。まあそんなこんなで今ドリンクも買ってきましたし、明日はね7時に、ひでたんの部屋で待ち合わせをして、朝ごはんをね食べようということになりました。おい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 、なんだかんだ今日はバッテリーを4本も使ってしまいました。まあそんなこんなでちょっとお風呂に入っていきたいと思います。よいしょ、今日ここのベッド広っ。あんまりねこういうね広い部屋に泊まるとなかなか寂しくなっちゃうんですよ。